さあさあさあ WBC 終わりました、見事ですね、日本が9対3で勝利ということで終わりました。で、まあ、この WBC に関しては過去2回か3回かな日本であって、まあ、比較的こうデリバリーにとっても、まあ、いい商売にはなってたというふうに聞いてたんで、今回この準々決勝東京ドーム、19時から、これに私もちょっと便乗させてもらおうかなと思って、初のイベント便乗商売をやらせてもらおうと思って、今回ですね、単価もね良くなるとは聞いてたんですけど、まあ、それ以上にですねチップをもらいに行こうってことで、優勝して気分いいところでチップもらおうなんてね考えてたんですね。でですね、まあ基本的な単価がね、例えばスリコとかだったら、まあ、やっててもね、まあ、面白くはないなと思ったんで、そのあたりもちょっと今回お見せしようと思ってます。でどれぐらいだったかっていうと、まあこれ一番良かったやつなんですけど、これですね、ドン、使途配達で1660円、これ結構というか僕の中では最大ぐらいですね、今まで過去最大ぐらいの金額です。ただですね、これ距離があって10キロなんですよ、まあ、10キロをどう見るかなんですけど、まあ、東京でいうとこう結構ね、皇居を挟んで逆から逆まで行くので、こんな距離にはなるんですよね。なんで遠いっちゃ遠いんですけど、まあ一配達で1660円って結構いい金額じゃないですか。出前館だって今基本的には600円ぐらいなんで、まあ、ブーストをいろいろ考えたとしても2倍から3倍ぐらいのブーストじゃないとこの金額にはならないっていうことを考えると、まあ比較的いい配達だったんじゃないかなと。ちょっと遠かったんでしんどかったんですけど、まあ水道橋から、豊洲ですね、まあちょっと遠かったですけど、ね、まあ、ちょっとトライしてみました。よかったです。あとはですね、これ大バカナルっつって清井町にあるなんかフランス料理かイタリア料理かの、ね、比較的こう 中高級店のお店なんですね。でこれ 4.6 キロで一杯ずつ1165円なんで、これも比較的良かったかなと思います、ね、しかもこれそんなにね距離離れずに済んだんで良かったですね。マクドもなってましたね、まあ、6.2 キロって書いてるんですけど、どちらかというとドロップピックしに行くまでの距離が4キロぐらいあったんで、まあまあそう考えると単価がまあ倍ぐらいになってるのかな、こんなイメージですね。まあイベントが起きると単価が倍になるなということで、イベント時にはまあ必ず出た方がいいですね。もう本業が暇になったらとかね、副業税も含めてまあイベントになったら出た方がいいな。今回の WBC 便乗商売ですね、こんな感じですね。でですね、このマックですね、ドロップ先がややこしくて、名前出していいんですかね、これパークコート泊まり急遽タワーです。まあこれ出しちゃダメだったら後でちょっと後で消しときますけど、ここ初めて行ったんですけど、ね、なかなかめんどくさくて、どんなタワーかっていうと、入り口が、まあ、本当タワマンの玄関ですね。もう新しくて綺麗で、まあ、住んでる人も、金持ちじゃないと住めないなっていうようなところですね。確か29階建てだったかな、そういうタワマンです。だからホテルも一部入ってるみたいな、総合型タワーマンみたいな感じですかね。でですね、まあ、これ何がめんどくさいかっていうと、その住居人と一緒にエレベーターに乗れないっていうのは、まあ、タワーマンでは、まあ、よくある話なんですけども、まあ、ここも住民と一緒には入れなかったですね、まあ、ただでさえめんどくさいタワーマンだからイラッとしたんですけどね、まあまあまあ、まあ、初見なんで、ね、
防災センター行ってくれってことだったんで、防災センター行ってきました。でこれ実は2回配達したんですけども、ね、2回目はこれもうめんどくさくてですね、これ何かっていうと、まあ、記帳するのもそうなんですけども、その防災センターの近くのインターホンで、まあ、在宅確認してくれということでピンポン鳴らして、まあ、在宅してくれと確認しましたと。で記帳しましたと。でワンコールこの、パカパカ携帯にしてくれて、番号書いてパカパカ携帯こう見せられて、そこに1回ワンコールかけて電話をしてくれて、なんか意味が分かんないんですよね。後から何かあった時に電話し返してやろうみたいな、そんな感じだとは思うんですけども、訳が分かんない、めんどくさい、ちちちち腹立ってあるんですね。で、Google マップのコメントにですね、これ僕と同じ配達員だと思うんですけど、これコメント、ここの防災センターの太った若い警備員の態度が最悪、面倒なセキュリティに合わせてあげているのに尊大な態度取ってわざと時間かかるように、なんかこんな書いてるんですよね、まあ、僕と同じ配達員なんでしょうね、これ配達員か、まあ、佐川みたいなそっち系の配達員どっちかでしょうね、まあ、僕もこうですね、太ってた警備員かどうかは知らない、おっさんですからね、めんどくさいですね。あとこれ下僕と一緒ですね、配達しに行ったのですが番号を書いた後に確認電話をしないと入れない、入れないと言われたのですが、知らないおっさんの警備員に個人情報を教えると言ったら気分が悪いですよね。まあ本当ね、気分悪いし面倒くさいしね、本当勘弁してくれやと思ったんですけどね。まあまあまあやりましたよ。調整金つくかなと思ったら、つかねえしね、もうイライラしながらやってましたけどね。まあちょっと慣れが必要でしょうね、タワマンに関しては。僕今回ザ・豊洲タワーってんですか、ちょっと面倒くさそうなタワーも行ってきたんですけど、まあ、比較的なんですかね、防災センター行かなくてよかったんで、そこはまあ一回行ったんでも大丈夫だなと思ったんですけどね。この防災センター系がね私嫌いでね、あと僕嫌いなのが虎ノ門のレジデンスタワーね、虎ノ門ヒルズレジデンスなんとかってやつとこなんですけど、もうそこもね行ったらまず近いってくれ、防災センター行ってくれっつって、なんとなんか1個しかないエレベーターのとこ行けとかね、もうめんどくさいんですよね。まあそんなこんなね、今回いい体験してきましたけどね、まあ、結果的にね、じゃあどうだったかっていうと、チップもらえたんかと、含まれてたんかと言ったとこですね。まあチップもらいに行ってるんで、ちょっとやっぱ態度はね、よくして言ってたつもりだったんですけどね、0円ということでね、まあまあまああんまり気分いいもんじゃないですね。しかもですね、バット2つつけられて、もう評価も悪くなってるしね、もう気分悪いったらないですよね。おそらくね料理が遅延してたとかね、僕ヘルメットかぶっていくんですけど、そういうのはちょっと気に食わなかったとかなのかなと思うんですけどね。何せ何が悪かったかよく分かんないから、誰がどうつけてるのか分かんないですよ。正直タワマンなのか何なのかよく分かんないしね、今日なのか昨日なのかも分かんないしあれなんですけど、まあ結果ですね、 WBC 需要はあったけども、目的のチップはもらえなかったという結論に至りました。で今日なんですけども、天気予報がですね、これちょっと切れちゃってすみません、夕方からちょっと雨降りそうなんですよね。で5時台ぐらいから、まあ、6時にはこうちゃんと降る、しっかり降るみたいな、こんな感じなんで、できればね、4時ぐらいから16時ぐらいから降り始めてくれると、まあデリバリー的には頼もうかなみたいな風には思ってくれるんじゃないかなと思いますが、まあ雨っていうのはイベントみたいなもんなんでね、まあ、今日はしっかり夕方から出ようかななんて思ってます。では皆さん
良い一日を。